ます。起立多数よって法案は委員長報告のとおり可決いたしました。次に日程第9につき採決いたします。本案を可決するにご異議ありませんか。ご異議なしと認めます。よって本案は可決いたしました。日程第10、電気事業者による再生可能エネルギー電気の調達に関する特別措置法等の一部を改正する法律案を議題といたします。委員長の報告を求めます。経済産業委員長高木道夫君。ただいま議題となりました法律案につきまして、経済産業委員会における審査の経過及び結果をご報告申し上げます。法案は再生可能エネルギー固定価格買取制度について、再生可能エネルギーの最大限の導入と国民負担の抑制の両立を図るため所要の措置を講じるものであります。その主な内容は、第一に発電事業者の事業計画について、その実施可能性や内容等を確認した上で認定を行う制度を創設すること、第二に入札による買取価格の決定を可能とするなど買取価格の決定方法の見直しを行うこと、第三に電力多消費事業者に対する賦課金減免制度について、減免の要件及び減免率の見直しを行うこと、第四に再生可能エネルギー電気の買取義務者を小売電気事業者等から一般送配電事業者等に変更することなどの措置を講じるものであります。法案は去る4月19日本会議において趣旨の説明及び質疑が行われた後、同日本委員会に付託されました。本委員会におきましては、22日に林経済産業大臣から提案理由の説明を聴取した後、27日に質疑に入り、同日参考人から意見を聴取し、5月11日に質疑を終局いたしました。質疑終局後、日本共産党から電気事業者の接続の請求に応じる義務に関する規定を維持することなどを内容とする修正案が提出され、趣旨の説明を聴取いたしました。ついで討論採決を行った結果、修正案は否決され、本案は賛成多数をもって原案の通り可決すべきものと議決いたしました。なお本案に対し付帯決議が付されました。以上ご報告申し上げます。採決いたします。本案の委員長の報告は可決であります。本案を委員長報告のとおり決するに、賛成の諸君の起立を求めます。起立多数よって本案は委員長報告のとおり可決いたしました。本日はこれにて散会いたします。